中小小規模事業者向けの金融支援についてご案内いたします。現在、日本政策金融公庫商工中金では融資枠を大幅に拡充するとともに、実質無利子・無担保の融資制度を創設し、皆様の資金繰りを支援しております。これに加え、4月7日に公表した緊急経済対策では、お近くの民間金融機関からの借り入れについても、令和2年度の補正予算の成立を前提とし、新たに都道府県が創設する制度を活用して、最大で3000万円を実質無利子・無担保、元本の返済は最大5年間据え置くことができるようにいたします。さらには、金利負担と返済負担のさらなる軽減のために、日本政策金融公庫等での過去の借り入れを一部、実質無利子で借り換えできる枠組みを導入する予定です。なお、政府系金融機関、信用保証協会、民間金融機関に対し、個々の事業者の状況に応じた返済猶予や返済期間の変更、適切な貸し出し、柔軟かつ積極的な対応など、最大限の対応をするよう要請をしております。金融支援に関しましては、その他の支援策もございます。詳しくは、専用の相談窓口0570-783-183にお問い合わせください。